ああ、でっかいたらしい。でっかいたらしい。でっかいたらしいですね。ああ、もうなんだこら。なんだこのさ。なんだこのさらし。こんなん釣れんやろ。こんなん釣れんやろ、これ。おーい、これはひどい。これはひどい。これはひどいぞ。休憩だな。休憩だな。ちょっと休憩。さらしがさ、さらしがさ、いいと、もう音聞こえる？ もう先端とか丸かぶりだからね、今の音で。やばいやばい、これ、わかる？これ。今、土管から道になって1時間ぐらいですよ。見て、これ。これね、まあ、ね、水鳥灰っていうとこを知ってる人なら、まあ、わかると思うんですけど、普通は干潮になったら、ここね、ここに出て、やる、仕掛けを流していくっていうのが多分、一般的な、あれだと思うんですけども、無理だよ、これ。で、そしてこっちの晒し。どうやって釣んの、これ。どうやって釣んの？全然わからん。見ても、晒しが50メーターぐらい出てる。どうやって釣んの？っていう状況なんですよね、今。だって、さらしはさ、もう軽い仕掛けなんかさ、もうさらーっと流しちゃうからさ、どうにもならんよ。どうやって釣んの？みたいな。もうそればっかりです。どうにもならない。まあ、見ての通りの状況でございまして、ちょっとどうやっていいか全くマジで分かんない。もうさらしが1ペだって流してるからさ、もう。これどうやって流すのみたいな。一瞬一瞬もあるのよ。で、常にさっきみたいな、こう、でっかいな、波が来るわけじゃないから、その間の一瞬一瞬もあるのよ。でも一瞬なのよ。で、今風が止んだんだよね。風が止んだから、さっきまでこう、向こうからこう、押してた風と、この上潮の流れが、まあ、さっきね、これドーンってぶつかってたんで、ちょうど前ぐらいで。で、それがなくなったから、さらしもさ、好きなだけ向こうに行くようになった。まあ、少しは流れてるんだけどね。少しは流れてるんだけど、でもそのさらしがその分向こうまで行くようになったから、かといって風が吹くと仕掛けを流してもすぐこっちに戻ってくるから、もう本当にちょっとマジどうしていいか分かんないみたいな。 今そんな感じの状況です。まあ、考えましょうか、とりあえず。 分かんない、どうやっていいか分かんない。ちょっと釣りにならんですね、マジで。あと切れたら半分も、時間的に半分消してないんだ。サワラシがヒント。ほんと待って、よいしょ。長です。ありがとうございます。長
ウナが来たな。リコがだけパラパラパラって走ったんだ。ブリ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 文句言ってたら。井戸がパラパラ。一応いるっぽいね。いるっぽいよ。とりあえずね、座ってやっております。理由はもう竿先となんていうのかな、海の位置を近づけるため。もうこれ一択ですね。遠いとね、もう今また風がさ、ビュービュー吹き出してさ、もう糸がさ、めっちゃすぐ吹けるのよ。まあ、とりあえず、さっきの立ち位置に変えたら、晒しが、左からの晒しの分がないんで、あんまりね。こっちまであんまり来ないのよ。まだ、左から流すよりは、左のね、船着きの方から流すよりは、まだこっちの船上側の方から流してる方が、まだマシ。まだマシです。だからこっちはこっちで、今度は風がね、おお、音来た、音来た、あ、これバリっぽいな、バリっぽいわ、バリじゃないかな、いや、グレか、グレっぽいわ、グレっぽい、竿どんぐらい映ってるかわかんないけど、よいしょ。おながか。おながっすね。おながだったわ。おながです。おながちゃんです。まあ、35ぐらいあるか。一匹目。なんとか釣れました。35ぐらいかな。ちゃんと測ってないけど、34か5ぐらいのお腹です。お腹。バーっていきましたね。今ね、こう見えない、この壁の向こう側でやってんのよ。いや、船上敷き側。船上がめちゃめちゃ見える。ここから見えないよね。自分からしたら見える、この壁の向こう側ね。まで歩いていってやってます。いや、だってもう、さらしはさ、こうめっちゃ出んのよ。全然釣りにならない。もうずーっとさ、あ、晒しが終わったなと思ったら、また次の晒しがボーンみたいな。向こうまで行くからね、晒しが。だから釣りにならないんで、ちょっと向こうまで行ってやってたら、さっきもお腹の30ないか、27、8ぐらいのお腹が来て、で、その次に来たのがこれです。同じ位置っていうよりは、まあ普通にもう真正面投げて、もうこの、ちょっと晒しに惹かれてるというか、ちょうどまだこう晒しとこの向こうが流れてる潮目というか、晒しとの壁というかがあって、そっちの方にこうゆっくりこう流してるというか、そういう感じです。まあでも釣れたんでね、多分34号あると思います。とりあえずお持ち帰りで。ガン玉変えて1投目、潮が変わったからか。お長です。よいしょ、おいしょ。あ、違う、しぶとしぶとっすね。30ぐらいあるか。30センチぐらい。うん。ギリッで。イルカウォッチングですね。イルカウォッチング始まりました。目の前で、割とね、目の前でイルカウォッチングですね。やばいっすね。やばいっすね。目の前で楽しいウキウキイルカウォッチングが始まりました。こうなると
か魚は消えるでしょうね。あいつらはものすごいこう魚探の電波みたいなやつを発しながら走ってるんで、魚はどこかって追いかけながら行くんで、まあこの辺の魚一帯は消えていくでしょう。イルカが通って1頭目は見事餌残りましたね。多分グレが消えたんでしょう。終わりじゃあ。現在9時30分でございます。ちょっと向こうでねやってたんですけど、ここにいるとあれ無風かなと思うんですけど、向こうちょっとねこの向こう側に回ったところっていうか、こっちから見ると結構風が来てて、なんかもう仕掛けが、しかも潮は流れ出したのよ。流れ出したらいいんだけど、さっきからねイルカも多いのよ。向こうにいると本当マジで無風なんだけどね。いやもうちょっと釣りづらいなみたいな。潮もね結構こっちからこう流れ出した、ちゃんとはっきり流れ出した。さっきまでどうかなって感じだったけど、ちゃんと流れ出したね。でこう晒しがあるでしょ、どん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 で、すげえ釣りづらくて合間合間のちょっとしたあれがある。でも結局こっちからのこう晒しね、まあ向こうねこの先端のこの晒しというかうねり、向こうからこううねりが来て、これを乗っかったもうここのねバシャーっていったもう晒しがさバサーっとほら、ね、今軽い晒しでこれなのよ軽い晒しでね。で自分がさっき釣ってたもうこうバッカ持ってきたんだけど、自分がねそのそこここここでやってたね、ここでね。で向こうはね何ていうのかな、この線状と間に何ていうのかな水道になってるね。だから向こうは向こうであっこう何ていうのかな、さらしが出るのね。で風がこう吹くでしょ、道では結局こっちになるのよ。でちょっと強いさらしが来るとこれ、これこのさらしがドーンと来るのよ、ね、結構強いよさらしね。あこれまあまあ中ぐらいっす。これは全然中ぐらいっす。すごい湧いてるけど、これ全然中ぐらいっす。そう。で、ここからね、さらしでこう押し出しようと、もう先端にやってても、ね、良さそうに見えるんだけど、結局潮がね、こっちから今こう流れてるの。こう。だから、結局このさらしに当たって、で、道とこと持ってかれて、なんか仕掛けを流す合間も短いみたいに。もうこっからここまで。で、大体1分半ぐらいしか流せないみたいな。1分から1分半の間ね。ほら、見て。ちょっと見えなかった。船長の人も、ちょっと潮、おう、潮上がってきたぞ、ね。ダメだったんですけど。はい。まあ、そんな感じで。ちょっと多分そろそろ手軽に電話があるんで、ちょっとそう畳もうかなと。そういった感じですね。難易度が高すぎ。多分どっか湾内寄りに行けば、もうちょっといいと思うんですけど、まあ、さっきね、何を言っても、イルカウォッチングがしばらくあったのよ。釣りづらい上にイルカウォッチング、イルカがウォッチングしてた。イルカウォッチングじゃおかしいか、人間が見る側になる。イルカがウォッチングしてたのよ、その辺で。結構な群れでしたね。群れ的には2つぐらいあったと思う。最初の群れが通り過ぎて、5分ぐらいしてまた左から右にこう、ジムが行ったの。左から右にこう、何匹か行ってたんで、何頭かか。なんで、まあ、それなりの群れが、これ、回遊してるのかなっていうか、結構近いもんね。多分でっかいルアーで投げたら届くんじゃないかぐらい、いや100メートルあるなしぐらいの距離で行ってたんで、まあそんな感じで一旦片付けようかなと思います。背代わりの準備でね、自分は背代わりするとき大体ね、もう全部竿を畳む。孔明丸の船って竿立てみたいなのついてるんだけど、持っておかないとそうだ、持っておかないと竿の向き的になんか飛んでっちゃうらしいのよ。だから基本的にね、背代わりの時は大体畳むことが多いです。まあ持ってないんだけどね、竿持ってないんだけどです。ということで、それ一旦ちょっと軽く片付けます。船長来るかどうか分かんないけど、とりあえず片付けます。